タタラ製鉄、タタラ製鉄、タタラ製鉄、A、タタラとは、日本において、古代から近世にかけて発展した製鉄法で、炉に空気を送り込むのに使われる不意合が、タタラと呼ばれていたために付けれた名称。砂鉄や鉄鉱石を粘土製の炉で木炭を用いて比較的低温で還元し、純度の高い鉄を生産できることを特徴とする。 近代の初期まで日本の国内鉄生産のほぼ全てを担った。この記事では、基本的に、諸出字を除いて、ケラを、ケラ、ズクを、ズク、フイゴを、フイゴ、鉄子を、のろとそれぞれ表記する。タタらという用語は、古くより、たたらや、たたら、たたらなどと表記されてきたが、それらは、製鉄の際に火力を強めるために使うフイゴを指し、すでに、 古事記や日本書紀にその使用例がある。また、近世以降に屋内で創業されるようになると、たたら炉のある建物を意味する、高殿という表記も使われるようになった。このような経緯から、たたらという言葉は、製鉄法の他に、不意語や製鉄炉、それらを収めた家屋をも指す、広い意味で用いられたが、二十世紀に入った頃より、特に製鉄法を指して、 タタラ製鉄法、タラ吹き製鉄法といった用語が使われ始めた。また、タタラで製鉄を行う工程のことを、タタラ吹きといい、現在では、タタラ製鉄と同じ意味で使われる場合がある。一方で、タタラという呼称そのものの語源については不明であり、確実なことは分かっていない。一説によれば、サンスクリット語で熱を意味する、タタラに由来するといい、他にも、 タタール族を介して、日本にもたらされたためとする説がある。大和言葉に語源を求める説もあり、叩きありからの転換、簡略化であり、踏みとどろかすの意、とする文献が存在する。鉄は、自然界において独立した形で存在することは、ほとんどなく、例えば鉄鉱石や砂鉄などに代表される、酸化鉄のように化合物として分布している。そのため、 そこから鉄を取り出すには還元が必要であり、さらに先鉄や鋼を生み出すためには炭素と結合させねばならない。たたら製鉄は初期に鉄鉱石の使用例があるものの、主に砂鉄を原料とし、燃料にはもっぱら木炭が使われた。東北地方では米鉄が原料に用いられた例もある。また、早い時期から火力を高めるために不意が使用されるようになり、 古代から近世までの長い年月をかけて緩やかに進化してきた。粒の細かい砂鉄を炭火の中に投入することで短い時間で還元急炭が進み、また近現代製鉄に比べて低温で加熱するためにリンや硫黄などの有害不純物の鉄への混入が少なく結果として非常に純度の高い鉄を取り出すことができる。こうして生産された連鉄、 鋼、先鉄は、近代以降には、陽光に対してそれぞれ、和鉄、和光、和服と呼ばれるようになった。世界史的に見て、不意合を使った低温還元の製鉄法自体は、ありふれたものであるが、木炭生産のための森林資源が豊富で、かつ、温暖多湿な気候で雨季が存在するためその回復も、早く、他にも中国地方で採れる良質な砂鉄の存在や、対する、 鉄鉱石の産出量の低さ等々の要因により、日本において製鉄はやや得意な発展を遂げてきた。20世紀前半期の夜勤学者である、タワラ・一は、古来穏健なる発達を遂げて一種独特の点がある、と評している。時代や地域によって違いはあるが、多た良製鉄では、基本的に高さの少ない長方形の炉が使用された。中世には、 長さが約2から5メートル、幅は約1から2メートルの製鉄炉が使われている。この箱型定炉は粘土で作られ、製鉄の際には、炉材が不純物の溶媒の役割を兼ねるために、鉄ができていくに従って、炉壁の下部が少しずつ内側から削られていくのが特徴である。壁が薄くなり、炉が耐えられなくなったところで操業を終えるが、この一連の作業単位を、 人よと呼ぶ。炉は一台ごとに壊され、次回の創業は、また新たな炉を作って行われる。たたらの語源ともなった意語にも、時代ごとの変遷はあるものの、おおむね、箱型炉を挟んで、長辺側に二台設置されるのが、一般的で、それぞれに、約二十本ずつ取り付けられた、キロと呼ばれる、送風管によって、炉壁の両側下部より空気を送り込む。 炉の内部は下に向かって徐々に狭まっていく構造で、幅が最も小さくなる底部周辺に歯口があり、そこに鉄が生成される。歯口は2段階の太さになっており、先の方が細い。これは工述する、ケラ押しの炉にのみ見られるもので、炉内にケラができ始めて、炉壁を侵食してゆき、それが中ほどまで進んで、歯口の太いところまで来た時には最も火力を上げる。 時期に差し掛かるため、不意後の速度を上げてより多くの風を繰り込むための工夫である。また、除湿と保温のための地下構造もたたら製鉄の発展に伴えない拡大してきた。近世中期には上部構造物の3倍の規模を持ち、炉の火力を落とさないための様々な工夫が見て取れる。まず地下約1.5から2メートルにかけて厚い粘土の層を設けて、それより、 下からの地下水や湿気を遮断する。粘土層の下には木炭や砂利などの層が続き、最下部中心には排水溝を通す。一方、粘土層の上には深さ1.5メートルほどの本床を設け、その中に焚木を詰めて蒸し焼きにすることで地下構造全体を十分に乾燥させる。焚木は木炭となって残り、それをそのまま突き固めて木炭と灰の層とする。 また、本床の両側には、小舟と呼ばれる熱の遮断と湿気の発散を目的とした小さな空間を設ける。規模の変遷こそあるものの、初期を除いてたたら製鉄の基本構造に、時代ごとで根本的と言えるほどの違いは存在しなかった。古代における国内製鉄に関しては、未だ詳しくわかっていないことも多いが、朝鮮半島を経由して、日本に、 製鉄法がもたらされたのは、考古学的には六世紀半ばと見られていた。ただし近年の発掘、研究の進展によって、福岡県福岡市の墓遺石群や、長崎県域の唐上遺跡などでは、古代の製鉄遺跡が相次いで見つかっている。一方で、文献学的な見地で見た場合、危機における内容や、多多量という生死、和名の発生時期などから、 すでに5世紀前後には国内製鉄が行われていた可能性も指摘されている。当初は自然風のみを利用した方法だったため、鉄子、ノロと呼ばれる不純物を多く含んだスポンジ状の海面鉄ができ、それを再度加熱した上、ノロと余分な炭素を叩き出すことで電鉄や鋼にこうした。間もなくして、不意語が使われるようになると、 その後の技術の改良や進歩によってたたら製鉄は徐々に規模を拡大し始める。続くなら、平安期頃にはどういった鉄が生産されていたのか不明だが遺跡の発掘によって中国地方の山陰では砂鉄が山陽では鉄鉱石が多く原料に使われたことが分かっている。すでに初歩的な地下構造が出現し、ロモ大型化が進んだ。 中世以降のたたら製鉄には、間接成功法である、図工師と直接成功法である、ケラオシとが存在した。前者は、中世から近代の半ばにかけて、全国で広く行われた方法であり、対して後者は16世紀初頭になって登場した、ハリマ国のチグサハガネを始まりとする。また年代ごとの方式の変遷として、古代、中世における露天型の、 野田たたらから、近世中期以降の屋根を備えた固定型の永代たたらへの移行といった流れがある。このような長い変遷を経た後、たた製鉄が成熟し、完成の域に達するのは18世紀に入ってからのことである。図工師は、まずたたら炉で炭素濃度の高い図工鉄を作り、それを大火事場と呼ばれる別の作業場において、脱炭精錬して、 煙鉄や鋼にする方法でおおむね2つの手順を踏むために間接製鉄法に分類されその操業日数から四日押しとも呼ばれる不純物を多く含むものの粒が細かいため還元が早く先鉄になりやすい赤目砂鉄赤目砂鉄を主な原料とした大火事場は下げ場と本場とに分かれており左下場では先鉄を再度加熱して 反溶溶させ、その時不意後で送った空気に含まれる酸素と反応させることで炭素量を減す。それを本場に置いてもう一度加熱、脱炭した後、断電して不純物を取り除く。そうして出来上がった連鉄は、割り鉄、鋼は、左下鉄、下げ金と呼ばれ、脱炭の度合いによって各種の鉄を作り分けることができた。たたら製鉄は鎌倉期以降、この 図工師が主流であり、中国地方を中心として、日本各地で、連鉄や、鋼、仙鉄が生産され、それらを用いて、生活必需品や武器、農工具など様々なものが製造された。なお、金製後期には、連鉄は、鋼の約2倍の価格で、売買されており、当時のたたら製鉄の生産の中心は、鋼ではなく、汎用性に優れた連鉄の方だった。 一度剪鉄を作ってからそれを連鉄や鋼に下ろす、図工しに対し、ケラ押しは、砂鉄から直に鋼を作り出す直接性交法に分類される。ただし、工述するように、ケラ押しでは通常、鋼の他に、それを超える量の剪鉄や、不均質鋼などができ、それらは主に連鉄に仕上げられるため、厳密には、直接性交法兼間接性鉄法である。 天文年間1532から1554年には、ハリマ国で畜作工の生産が始まっているが、より大規模なものになるのは金星になってからである。金星のケラオシは、三日押しとも呼ばれるが、それは、筑オシよりも日数を短縮することで、連鉄よりも原価の低い鋼ができる割合を増やし、創業を合理化したことによる。ケラオシの主原料である、 マササ鉄は不純物が少なく、また粒が大きく還元の進む速度が遅いため、先鉄と共により炭素量の低い、ケラと呼ばれる大きな鉄塊が炉の底に生成れる特性を持つ。ケラは様々な性質の鉄が混在する塊であり、その中には純度の極めて高い鋼、後に玉鋼と呼ばれるが含まれている。なお、 炉から引き出されたケラの冷却方法の違いにより、大きな池につけて給冷する水鋼と、そのまま放置して除冷する火鋼とに区分されるが、いずれの方法でも鋼そのものの品質に差異は出ない。1750年代にケラを大銅と呼ばれる巨大な装置で割って、鉄を各種類に選別する技術が開発されたことや、 1790年代の電鉄価格の暴落を背景とし、19世紀初頭には、出雲国を中心に、図く押しと並行って盛んに創業されるようになった。図く、先鉄の多くは電鉄に仕上げられ、ケラの中の鋼はそのままで商品として出荷されたが、当時のケラ押しによって生産される電鉄と鋼の比率は約3、1でった。この券押しは、 図工師に比べ創業された地域や時代は限定されていたものの直接成功法としては世界的に見ても珍しい形で発展を遂げた。国内製鉄において不意語が使われ出したのは遅くとも6世紀後半から7世紀初頭と見られているが初期に使われたのは鹿の皮を袋状にした吹き皮と見られ十分な火力を生むことができなかった。 そこで8世紀には、東北地方南部や関東地方において、板の両端を数人ずつで交互に踏んで送風する、シーソー式の踏みフイごが出現する。中世になると、手動でピストンを往復させて、空気を送る、箱型の吹き差しフイごが使われ出した。1691年の出雲国における、天秤フイごの開発は、たたら製鉄の効率を大きく上げることとなる。 両端に地点のある二つの踏み板を真ん中に立つ一人、ないし二人の番子、不意を踏む、作員が交互に踏む方式で、送風量の増加と番子の負担軽減をもたらした。その後、近代に入ると不意を水車を使って稼働させる方法が広く採用された。17世紀初頭より始まった、カンナ流しによる砂鉄の大規模採取の実現は、不意の改良と、 相まって鉄の増産を可能にした。また、タタラバの施設全体にも大きな変化があった。近世中期の永代タタラへの移行である。それまでの野田タラは砂鉄や木炭用の森林資源を求めて移動を繰り返す必要があったが、両馬の繁殖の成功によって運搬力が増強された結果、それら原材料の輸送が要因になったことでタタラバ全体を 高殿と呼ばれる建物で覆って固定化できるようになり、創業の全天候化のほか、地下構造を含めた施設全体の拡大や、それに伴う増産が可能になった。たたら製鉄は19世紀の初めには、成熟期を迎え、幕末から明治中期にかけても依然として、国内製鉄の中心だった。しかし、明治三十年代、完全自主権を持たないことにもよる安価な。 輸入鉱材の流入、及び国内での洋式製鉄の新調により急速に衰退。1923年、大正12年に商業生産を終えた。その間に、ズクオシは出電してしまうが、ケラオしの方は1933年、昭和8年より始まる、安国たたらにより生き残ることになる。軍刀用の玉鋼生産のためという用途が、 限定された創業であったため、それまでのケラオシとは異なり以降の生産を第一の目的とし、1945年、昭和20年の大戦末期まで作刀用鉱材を供給し続けた。その後の敗戦による武装解除によって、もはや需要は見込めない状況となり、再びタタラの火は消える。活動を再開した数少ない当商たちは、安国タタラの在庫等を使って、 作刀を続けた。1977年、昭和52年、日本美術刀剣保存協会や日立金属など、刀剣関係者の努力が実り、島根県二田国横田町、現奥出雲町において、安国多た,たらの遺構を利用する形で、日方方元たたらとして、元に成功した。2017年、平成29年現在においても、18世紀末に完成した。 英体たたらによるケラ押しを継承し続けている。奥出雲町には1993年、平成5年に奥出雲たたらと刀剣館が開館した。2016年、平成28年には文化庁により日本遺産として出雲国たたら風土基鉄作り千年が生んだ物語が認定され、島根県と奥出雲町、安木市、 雲南市が観光客誘致を図っている。タタラ製鉄は近世まで一時送電であったため、遺構の発掘の成果や数少ない文献の記述などによってその概要が知れるのみであり、各時代の詳細な作業方法や手順までは記録に残されていない。これは、図工師の技術が途絶えた原因にもなったわけであるが、ケラ押しは安国タタラ。 および日刀なたもたたらによって、かろうじて明脈を保った。このため、以下の記述は後世に伝わった幕末から近代にかけての、けら押しによる、創業手順となる。以下、靖国たたらにおける昭和十年十一月十八から二十二日の、創業記録に基づく。創業は、約七十時間、集団なく継続して行われる。全体の工程は、り、りず 上り、下りの、計4機からなり、それぞれの所要時間は、おおむね7時間半、7時間半、18時間、36時間ほどとなる。現場での指示は、村毛が担当し、送風量の増減や砂鉄と木炭の投入時期などを決める。まず準備段階として、種火の入った炉に木炭を充填して、送風を開始する。その後2時間ほど経ち、 炉の温度がある程度上がったところで、小森砂鉄を投入し始める。この砂鉄は、粒が細かく溶けやすいため、粘土でできた炉壁と比較的速やかに反応して、呂、鉄紙を作り出し、その呂が熱をこもらせる役割を果たす。ここからが小森木となり、木炭、その後再び砂鉄と交互に、約30分ごとの投入を繰り返す。定期的に余分な呂を排出する。 投入する砂鉄を主原料であるマサゴ砂鉄にこもり砂鉄を4割程度混入したものに切り替える次第に炉の温度が上がってゆきノロの他にずく先鉄もでき始める十分に熱が露底にこもったところで投入する砂鉄をすべてマサゴ砂鉄とするこの粒の粗い砂鉄は炉の中で完全には溶解せずノロに包まれる形できら ケラを生成する。ケラは、ノロの中で育つため、排出する量は多すぎても少なすぎてもいけない。この頃になると、炎の色が、初めの頃の石黒色から山吹き色に変わる。砂鉄を投入する間隔を短くしてゆき、量も増やしてゆく。ケラが成長するとともに、炉壁の侵食も進む。ケラが、肥大化し、炉がこれ以上耐えきれないと判断したところで、 村毛の指示で送風を止める。その後、炉を壊して燃え残った炭を取り除き、ケラを引き出す。ケラは十分に冷ました後、破砕して選別する。なお、現在も創業を続ける日方な保たたらでは、諸事情により籠もり、砂鉄を使用せず、創業期を籠もり、上り、下りの3期に分けるほか、生産される鋼と図句の比率が大きく異なるなど、蒸気と相違がある。 ズクオシとケラオしとでは、その設備全般や創業法に大きな差異はない。しかし、ズクオシではもっぱら先鉄を生産するため、砂鉄を速やかに還元したのタ炭素をよく吸収させる必要があり、ケラオしと比較して以下のような違いがある。以下に古墳時代のタタラロによる製造作業について説明する。古墳時代には不意が作られていなかったために、 タタラロでは自然風によって木炭の燃焼が行われていた。製品は炭造に適した鉄が得られた。ふいごを使用する後の方法に比べて風量が少ない。分、低温生成によりふい式よりも純度の高い鉄が得られるという利点があるが、製鉄に非常に長い時間がかかるのに生産量が少ないという難点があった。タタラ製鉄における 炉内の反応については諸説あるが、様々な化学反応が複雑に絡み合っていることは確かである。まず、不意語によって、炉の中に空気が吹き込まれて木炭が燃焼すると、空気中の酸素、O と木炭の炭素、シートが反応して二酸化炭素、CO を生成し、それがさらに炭素と反応して一酸化炭素、CO が生じる。雨上がりで湿度が高い時など、 条件によっては炭素が空気中の水分ことも反応を見せる。こうしてできた一酸化炭素は炉内を還元性雰域へと導き、砂鉄還元の主役を担う。砂鉄の主成分は四酸化三鉄、フェイヨだが赤目砂鉄など種類によっては酸化第二鉄、フェイヨも多少含まれる。砂鉄は炉の中を硬化していく過程で一酸化炭素と反応して、 容易に酸化第一鉄、フェイオとなり、より高温の領域では、その酸化第一鉄がさらに一酸化炭素と反応して、鉄、FE が取り出される。また、炉の下部の高温域においては、砂鉄と木炭との間で直に還元反応が起こる。これを直接還元と呼ぶ。これら還元された鉄の粒は、木炭に直接触れて、炭素を吸収することで融点が下がり、 溶融した先鉄となって炉外へと流し出されるほか、ケラ押しでは、炉底部において焼結して、反溶融状のケラを形なる。一方で、酸化第一鉄は、粘土性の炉壁の主成分である計算、塩とも反応して、ファイアライト、フィツヨとなり、比較的早期に炉を形成する。炉底に溜まった炉は、砂鉄中の二酸化チタン、チヨなどの不純物を溶融させることで砂鉄を、 精錬するほか、生成したケラを包み込む形で、再び酸化するのを防ぐ役割も果たす。他にも、たたら製鉄には、近現代製鉄に比べ炉内の酸素濃度が高いという特徴がある。すなわち、砂鉄のみが還元されて計算などの不純物は、還元されないほどの適度な酸素濃度を保つことで鉄の品質を高めているわけである。また、砂鉄は、 粒が細かいため木炭との接触時間が長くなり、高い酸素濃度の中でも十分に炭素を吸収できるのも大きな長所と言える。たたら製鉄で作られた鋼は古くから日本刀の製作に使用されてきたが、前日の通り近代以降に洋式製鉄が主流になると幾度か途絶の危機に見舞われた。第二次世界大戦が終結する頃には、 洋式製鉄に対し価格面で圧倒的に不利であることや需要の大幅な低下のため、たたら製鉄は創業を完全に停止した。しかし、洋行では和行に比べて良質な日本刀を作ることが困難であることから、日本刀業界によりたたら製鉄の復活が絶望されるようになる。これに、日立金属や杉工場が応え、少量ではあるが製造が行われることとなった。 2017年、平成29年現在、この、ひ刀玉なたもたらが、日本刀専用の素材の製造元として、唯一創業されている。目下のところ日本刀の製作に使用される鋼の、ほとんどが、この直接精錬された、玉鋼でり、事業主である、日本美術刀剣保存協会が刀匠への販売を、受け負っている。その一方で玉鋼を使わない刀匠も存在し、 自家製工を行ったり、古金を使用する例がある。非か田なたもたたらの他にも、各地で地域おこしイベントとしてたたら、製鉄を行う事例や、研究者や愛好家による小型たたら製鉄が、盛んに行われており、2017年、平成29年現在では、夏季のような例がありする。たたら製鉄は大量の木炭を燃料として用いる、ため、以前の中国産地では、 たたら製鉄のために樹木が伐採された鍵山が珍しくなかった。また原料となる砂鉄を採掘、選別するためのカンナ流しで丘陵が掘り崩されたり、山間部の渓流などの利用して流出した土砂が下流の農業に大きな影響を与えたりした。このため、鉄山氏は創業に先立って流域の農村と環境破壊に対する保障内容を定める契約を かわし、冬のみに実施することとなった。ただし、たたら製鉄の中心地であった奥出雲においては25年から30年のサイクルで木材の計画的な伐採が行われており、必ずしも森林が乱伐されていたわけではない。また、カンナ流しが終わった後の残休では、棚田や段々畑としての利用も含めて植生が回復している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。